皆さん、こんにちは。スマニューパークオンデマンド日常ケア講座、チーフインストラクターの田代です。今日はよろしくお願いします。認知症ケア基礎講座2023の3番です。これは、循環器記念病院で私が院内検証を行った時のスライドを4つに分割して、チャプター82から85に再構成したものです。今日は中等度アルツハイマー型認知症の人とのコミュニケーションと対応についてお話しします。これについてはチャプター71にも掲載しております。コミュニケーションの構成要素2つあります。情報の伝達は当然皆さんご存知かと思います。もう1つあります。共同世界の構築というものです。ピンとこないかなと思います。1番の情報の伝達、多くは言葉や文字になります。で、2番の共同世界の構築、言葉以外では時間と空間の共有という考え方があります。ちょっと難しい考えになりますが、難聴のおばあちゃんたちが、病院とか施設で難聴のおばあちゃんたちが勝手に違う話をして楽しそうに笑ったり話してますが、なぜか同時に笑ったりするという光景を見られたことがあると思います。それもこの共同世界の構築の一つです。これちょっとまた後でお話を続けます。これはですね、ここに認知症のおじいちゃん、お嫁さんが病院に行ってお話ししてます。最近お父様の認知症の症状はどうですか？ひどかったら施設を紹介しますよ。お願いできるんですか？最近やたらと物を拾ってくるんですよと、その人を無視して会話したり、目を合わさないようにしてませんか？ここにその人がいるのに、違う2人で話をしています。どうせわからないんだろう。先生も思ってるかもしれない。しかしご本人は、なんでわしに聞かんとか物を拾ってくる理由をわしはここにおるという考え方してるかもしれません。それとか、病院とか施設のロビーで、これあなたです、働いてる人です、この人は何かお願いしますと願ってるかもしれない。だけど忙しいので見ないふりをしながら立ち去っていく、こういうことはないでしょうか？つまり仕事が忙しいスタッフとは、いわゆる話、耳が遠いから話も通じないんですけども、笑顔だけでのコミュニケーションもできていない。しかしながら話が人から聞いたら合わないんだけど、笑顔同士での共同世界を作ってる、そして笑いが同時に生まれるというものが一つのコミュニケーション、共同世界の構築というものです。これはちょっと人間の目に入るか見るというところのお話ですけども、これ一般的な人間と思ってください。水平でどれくらい見えるか、約200度、180度以上見えています。で、実は同時に見えてないんですね。こんな風にいろんな幅でしか見えないものを 0.2 秒おきに、カメラが方向を変えて脳の中で再合成してこんだけ見えているというものが私たちの視覚、視野覚というものです。で、これは注意機能でいうと分配、 0.2 秒で動かしながら再合成して見えている。英語でいうといわゆる see という見えるという状況ですね。目に入る。しかしながら情報受容能力に優れる有効視野は30度、つまり文字を読める、詳しく見るときには先ほどの広いとこは見えからここだけの30度の角度でウォッチという言葉に変わります。で、これは注意機能でいうと分配していたものから一つを選択するという働きを私たちは無意識でやっています。さらにそれをしばらく見る、
見つめるというと維持という言葉になって、英語で言うとゲーズという見つめるという言葉に表現されます。そしてそれらを一つの用事が終わったら転換させて、また違う注意サイクルを動かしていくというものが私たちの目を使った動きです。私たちはこんだけ200度近く見えています。ここにあなたがいれば私たちはあなたに気づける。しかし AD の方は最初から30度くらいしか見えていない。ですから真横近くにいてもあなたに気づけないんですね。よく、AD の方、いかにも見ただけで視野が狭くて目の前だけに集中しているように見えますが、あるいは集中しているんではなくて分配をしている、ちらちら見ているのがそれだけの私たちの集中した視野角につながっています。で、私たちはこんなふうにあなたが見えた、そうすると向きを変えてもう少ししっかり見るとあなたがしっかり大きく見える。これが私たちです。じゃあこの AD の人たちはどうなるかというと、ここの視野に入ってきました、狭い視野に入ってきたあなたとわかるけども、それをしっかり見ようという意識にはいかない。いかにも目の前でしっかり見てるようにあるけども、あなたと気づいてもそれ以上は何だろうとかですね、そういうふうに思わない可能性があります。だから見てるようで見られていないのかもしれない。では AD の人とのコミュニケーションの準備の一つです。正面の遠くからその人の視野に入る。どういうことかというと、これはそうじゃない例です。これだけ少し見えている、これがあなたですね。いきなり目の前に入りました。あなたの顔が突然入ってきたら、時間と空間の共有どころか身構えます。怖いですよね。何も見えたねとこからいきなり何かが入ってくるわけです。これは枕です。寝ています。寝ている人の前にいきなり入ってあなたが入ってくる。耳が遠いから耳元で目の前で話さないといけないと思ってます。おはようと言ったら、いきなりこの人の目の前に入ってきて、あなたはおはようと言ったかもしれない。しかしながらこの人はようと怒られたような感じに取るかもしれません。もしこういうことされているんだったら少し確かめられたらいいかと思います。ではどうすればいいかというと、いきなり目の前に入ってくるんではなくて、遠くの正面にあなたが入る。もちろん気づかないかもしれないけども、それが少しずつ前に進む。どうにか何か動いているものが分かってくるかもしれない。確かに誰かが来る。でも怖くはないという感じかもしれません。そうすると何かなという時間と空間の共有が始まるときに、あなたがおはようございますと伝えれば、あ、朝なんだな、挨拶に来たんだなということを理解できるのかもしれませんし、ぜひ試していただけたらいいかと思います。でもう一つですね、今度言葉のことですけども、健常の方が即時記憶できる言葉の数はシャンクという単位で示されます。7プラスマイナス2だから5から9の説があります。電話番号とか覚えられるのはやっぱりこういうのと限られています。でしかしながら AD になるとより少なくなります。よく言われる言葉に、 AD の人と話すときには大きくゆっくり要点だけを話すとあります。これについてお話しします。例えば3つのシャンクしかない方に対してお話しするとき、この方は3シャンクですので直近の3分節しか頭に残らない。例えばあなたが今までにと話したときには、今ここで止めます。この3つしか頭にない。
話を進めていくと、この直近の3つしか頭に残らない。で、最後終わったら、は何ですか？そしてすぐにこれが消えます。そうすると、質問しているあなたは答えが戻ってこない。だけど、その人はもう覚えていないんですね。で、何も言わないので、あなたが30秒後にもう一度何ですかと聞きます。耳が遠いので大きな声で聞きます。そうすると、何ですかと聞いたら、わからんって言って怒られた経験はないですか？わからんと言って何がわからんかがわからないんですけども、何ですかと言われたらですね、なんだお前はという感じに取ったので、怒ったのかもしれません。つまり、質問内容が失せてるのに、最後のあなたが聞いた何ですか、なんだお前はと取られたら、怖くて怒りますよね。そういう状況じゃないかと思います。じゃあ、これで何と聞けばいいのか。重要なとこだけ考えればいいと思います。一番好きなものというだけで答え出ますよね。だから大きくゆっくり要点だけというこういうことです。ぶっきらぼうなので丁寧に話すことが決していいわけではありません。そして AD の人に2人同時に話しかけていけない理由は、当然2人が3つずつ喋っても6つになりますよね。そうすると余計その人にとっては混乱を招くだけですので、1人で話して3シャンク、3つの言葉だけでの会話を進める方が無難だと思います。認知症の人と会話するときには大きくゆっくり要点だけを話す。そして文節をはっきり区切るとはどういうことか。ABCD、わかりませんが、A、B、C、D ということが文節をはっきり区切るという意味です。連続したらこの言葉がこっちにしつくかもしれないということで、文節をはっきり区切る。中等度アルツハイマー型認知症とのコミュニケーションと対応のごく一部ですが、以上で終わります。